はい皆さんこんにちは実践系英語 YouTuber の大坂木社長です今日も元気よくトイクパート5対策の問題やってまいりましょう今回扱う問題はこちらの問題ですまず最初の段はタイヤです タイヤというのはタイヤという意味でもちろん皆さん全員ご存知だと思うんですけどもなぜ取り上げたかっていうともし例えば運転しててパンクしちゃったとするじゃないですかで修理屋さんになんとか持って行ったとしてコンコンコンと修理屋さんをノックしてその時に言うセリフ「パンクしちゃったんです」と言いたい時は何ていう表現を使うでしょうかはい答えは「I've had a flat tire」という風うに現在完了形で伝えてください その時に過去形を使うとあまりよろしくないんですね「I had a flat tire」って言ったら「私はある過去の一時点においてパンクしたんだ」ということを修理屋さんにその時伝えても今の情報は含まれてないので修理屋さんをポカーンとしますよね多分ねだから今パンクして困ってるんだということを伝えたいわけですから現在完了形で「I've had a flat tire」っていうねそんな時に現在完了形が活躍するんですね はい、そういうアフラッタイヤパンクぺっちゃんこのタイヤという意味なんですけれどもタイヤというのは動詞で使われたらどんな意味でしょうかはいそうですねタイヤは誰それを疲れさせるという意味でした皆さんご存知の「I am tired」「私は疲れている」というその「タイヤ」は「タイヤ」という動詞から来てるんですね私は疲れさせられているというのは直訳なんですね はい、そういういタイヤ誰それを疲れさせるという多動詞のタイヤも覚えておきましょう次一つ選択肢も見ていきましょうか「t r ラ n d という動詞なんですがこれは多動詞で何々を立ち往生させるって意味なんですね語源はストランド浜とか岸という意味があるんですねもともとは船が浜辺とか岸辺に座礁するというねそういう意味だったんですね、まあ、それれが車なんかに使われた場合は 車なんかを立ち往生させるという多動詞の意味になるというふうに覚えておきましょうはいそれでは今度のね京都から京都市場かりですく解説を加えるコーナーです Changing a tire is a skill you must learn in case you get 空欄 on the road こんなふうになってますそれじゃあ公文見ていきましょうはいまず主説はこんなふうになってます Changing a tire というこの同名詞の塊は 技能である技術であるどんな有位かのような技術技能ということなんですね、はい、じゃあこの同名詞の中身はチェンジンがタイヤですから、まあ、タイヤを交換することですよねタイヤを交換することは有位かのような技術技能なのであると、はい、じゃあ優位か見ていきましょうはいここフィッチあるいはザットという関係代名詞が隠れてるんですけども関係代名詞の目的格省略のパターンです あなたが身につけなければならない技能技術とこうなるんですねはいでインケース以下さらに奥深く入っていきましょうインケースは後ろに S'V' が来てる場合は S' が V' する場合に備えてということなんですねはいで空欄があってオン e r o ー d あなたが道路でゲット空欄する場合に備えて身につけとけなければいけない技能ですよとこのようになってます、はい あと、インケースはですね、インケース、エスダッシュ、ブダッシュというね。こういう形が来ることも多いんですけども、インケースオブ名詞というのもあります。これで名詞の場合に備えて、名詞の場合には、ということなんですね。例えば、火事の場合は、というね、インケースオブアファイヤー。火事の場合には、何々、みたいな、ね、そんな言う時ありますよね。あの、ニューヨークだったかな、ホテルで。こう 注意書きが貼ってあるじゃないですか。面白いなと思ったのが、In case of a fire、ね、火事の場合には、Leave the building、ね、建物から離れてください。建物を出てくださいと。Before you tweet あなたがツイッターに投稿する前にというね、<laughs> そんなんがありましたけど、ね、なかなか面白かったですけども、まあ、In case of a fire です、ね、火事の場合には。あと、In case of an emergency だったら緊急事態の場合にはとこうなりますね。 そういうことなんですが、ゲット何を入れればいいかっていうことなんですね。このスランドというのは誰それさんを何々を立ち往生させるですからね。あなたが例えばパンクしちゃって、ね、ハブはフラッタイヤして、オンドロード、道路で立ち往生しちゃう場合ありますよね。そういうことを言ってるわけなんですが、その場合は、はい。あなたが 何か別のものを立ち往生させるのかってそうじゃなくてあなた自身が立ち往生する方ですからさせるから作り上げると受け身にするしかないんですよねだから受け身でゲット過去分子ゲットス t ランディッドとしましょうということで答えは D となりましたこれで立ち往生させられるつまり立ち往生するという意味になるんですねはいまあ B 過去分子でも受け身なんですけども be 動詞よりもより動作感が増す感じです get 過去分詞って言ったらねはい。be 動詞とやっぱり get 比べたら get の方がこう動作感が強いので b 過去分詞よりも動作感が増す受け身が get 過去分詞だという風うに覚えておいてくださいはいあのアメリカのまたこれアメリカの話ですけどデスバレー国立公演というところがあってでそこのあのレイストラックプライヤーというところがあるんですよね なんかあの岩が。レースをしているっていうかね。なぜか知らないけど、こんな大きな岩が動いた跡が何メートルもこう残っているようなところがあるんですよね。そこをちょっと一回見に行きたいなってミステリーじゃないですか？何かねで行った時はもう舗装されてない。道路を2時間ぐらいね。ガタ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 行くんですよね。まあそのためだけにジープ借りたりしてね。行きましたけどね。まああれは行って良かったなと思いますけど、まあそういう時に。 フラットタイヤになったらそれこそゲットストランディッドですよね。はい。まあそうならないようにジープを借りるときは借りましょうということ。はい。ということで答えはストランディッドでした。はい。そんな知識を定着させる音楽のコーナーです。Changing a tire is a skill you must learn。はい。ここでちょっと切りましょうか。In case,、ね、In case you get stranded on the road。はい。じゃあ前から確認。 タイヤを交換することは技術であるあなたが身につけなければいけない場合に備えてどんな場合あなたが立ち往生する場合道路でこの順番ですねこの順番で理解できればもうあなたはネイティブそれでは音楽スタート Changing a tire is a skill you must learn in case you get stranded on the road Changing a tire is a skill you must learn in case you get stranded on the road. Changing a tire is a skill you must learn in case you get stranded on the road. Changing a tire is a skill you must learn in case you get stranded on the road. Changing a tire is a skill you must learn in case you get stranded on the road. Changing a tire is a skill you must learn in case you get stranded on the road. Changing a tire is a skill you must learn in case you get stranded on the road. Changing a tire is a skill you must learn in case you get stranded on the road. Good job! Yeah.